コンスタンティノープル包囲戦は、ムアーウィア時代のウマイア朝が、東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルを包囲した戦いである。アラブ、東ローマ戦争前期の重要な戦いの一つで、ウマイア朝の歴史の中では小アジア方面への拡張が最高潮に達した事件であった。第一次内乱の末に六十一年に、ウマイア朝を開き、アラブムスリム世界の朝となったムアーウィアは、 西方の東ローマ帝国に対し、積極的な拡張策を取った。数年の戦いを経て、ムアーィアは、東ローマ帝国首都コンスタンティノープルを奪取する、ことで帝国に致命傷を負わせようと考えるようになった。東ローマ帝国の歴史家テオファネスによれば、この時のアラブ人の襲来は、組織的なものだった。 672年から673年にかけて、アラブ人の艦隊が、コアジア沿岸に基地を確保し、コンスタンティノープル周辺に、緩やかな海上封鎖を敷いた。ウマイア海軍は、マルマラ海南岸のキュジコス半島を投影地とし、春になるたびに、コンスタンティノープルの要塞を攻撃した。しかしコンスタンティノス4世率いる東ローマ軍は、 最終的にギリシアの日の名で知られる新発明の液状消夷剤を投入し、ウマイヤ海軍を壊滅させた。また東ローマ陸軍も小アジアでウマイヤ軍を破り、コンスタンティノープルを包囲する軍勢を撤退させることに成功した。この勝利によりウマイヤ朝の圧力はしばらく弱まり、東ローマ帝国は生き残ることができた。しばらくして、 ウマイヤ朝は東ローマ帝国と和平を結んだが、間もなくイスラーム世界は第二次内乱に突入し、東ローマ帝国が逆に優位に立つ時代が訪れた。ムスリム側では、いくつかの初期イスラームの伝説にこの戦いに関するエピソードを見つけることができる。ただそれらの伝説は、数年前に後のカリフのヤズイードが行ったコンスタンティノープル遠征と近藤もしくは、 同一視されている部分が多い。またムスリム側の資料には、この時期にコンスタンティノープルで包囲戦が行われたという記録自体が存在しない。近年ではムスリム側の資料をもとに東ローマ側のテオファネスの記録の正確性を疑問視する説が提示されている。例として、オックスフォード大学のジェームズ・ハワード・ジョンストンの2010年の研究や その後のマレク・ヤンコビ役の研究が挙げられる。彼らはアラブ語やシリア語の文献を重視する点では、一致しているものの、年代や包囲の実態については異なる結論に至っている。二つの帝国の間で行われた大包囲戦の影響は大きく、その方は遠く中国の塔にまで伝わり、旧当書や新当書に記述が見られる。650年頃のヨーロッパ。 東ローマ帝国は薄赤、ウマイヤ朝は緑。636年、東ローマ帝国は、ヤルムークの戦いで正当カリフ時代のムスリムに、大敗を喫し、レバントに残っていた軍の大部分を、コアジアに引き上げ、タウロス山脈を防衛戦とした。対するムスリムはシリアを平定した後、間もなく、エジプトも征服した。小アジア方面でも、百四十年以降ムスリムは、 キリキアの前線を攻撃し、小アジアに深く侵入するようになった。レバントの総督となったウマイア家のムアーウィアも、この方針を引き継いだ。また彼は、ムスリム海軍の増強にも力を注ぎ、わずか数年でキプロスを征服し、エーゲ海のコストやロドス島、クレタ島まで襲撃できるようになった。そして655年のマストの戦いで、若いムスリム海軍は、 数で勝る東ローマ帝国海軍を壊滅させるまでになった。656年に政党カリフのウスマーンが暗殺され第一次内乱が勃発するとアラブ人の東ローマ帝国への攻撃は一旦止まった。カリフ位を狙い戦っていたムアービアは659年に東ローマ帝国と和平を結び交納金を支払うことさえした。六十一年 ムアーウィアが内乱を勝ち抜いて、ウマイヤ朝を建設し、東ローマ帝国との平和も断ち切られた。翌年から、ムスリムの東ローマ帝国再進行が始まり、タウロス山脈の西側で、ムスリム軍が越冬して帝国に圧力をかけるようになった。これにより、東ローマ帝国の経済は大混乱に陥った。またこうした遠征とともに、 小アジア南岸でもムスリム海軍による襲撃が相次いだ。668年、テマールメニアコンのストラテゴスだったサボリオスが反乱を起こし皇帝を自称した。これを支援するべくハダーライブンウバイド率いるウマイヤ軍がアナトリア半島に向かったが、到着した頃にはすでにサボリオスが落馬事故で死亡し、反乱が終結した後だった。 ファダーラはマラティアに近いヘクサポリスで不意を起こし、増援を待った。669年春、援軍を得たファダーラは、アナトリアに侵入し、ボスポラス海峡のコンスタンティノープル対岸にある、カルケドンまで侵攻した。しかしこの軍は、カルケドン攻略に失敗し、飢えと薬病で壊滅した。そこでムアーウィアは、息子、ヤズイードに軍勢を与え、ファダーラの援護に向かわせた。 その後の展開については、文献によって、食い違いがある。9世紀の東ローマ帝国の歴史歌唱聖者、テオファネスによれば、ウマイヤ軍は、カルケドンの前にしばらく留まった後、シリアに帰還し、その道中でアモリウムを占領し中屯した。これは、アラブ人が、アナトリア半島内の要塞を保持しようとした初めての、試みであり、おそらく、アラブ軍は、 翌年に再遠征した際に、ここを拠点としようとしたと見られる。しかし同年の冬のうちに、東ローマ帝国はアモリウムを奪回した。一方アラブ側の文献では、ウマイヤ軍はシリアに帰る前にヨーロッパ大陸に渡り、コンスタンティノープルを直接攻撃したものの、失敗したという。東ローマ側にこうした記録は見られないことから、このアラブ側の文献は、 後のカリフであるヤズイドが参加し、コンスタンティノープル近郊といえるカルケドンを攻撃した、この戦役を東ローマ帝国史とそのものへの攻撃に格上げしようとしたものだと考えられる。669年の戦役は、ウマイヤ朝軍にコンスタンティノープルへ直接進行できる能力があることを証明すると同時に、その冠水のためには周辺に補給基地を確保することが、 不可欠であることも示した。その場所として、ファダーラの艦隊が670年と671年の遠征の際に投影地として使用したマ,ルマラ海南岸のキュジコス半島が選定された。ここにいたり、ムアーウィアはコンスタンティノープル攻略のための本格的な遠征軍の編成に取り掛かった。669年のヤズイードの遠征の時とは異なり、今度は 海岸沿いを進軍して、コンスタンティノープルを目指すことになった。慎重かつ段階的に進行を進め、海岸沿いの拠点を確保していった、ウマイヤ軍は、最終的に、キュジコスの制圧に成功した。これによりコンスタンティノープルは、海陸両側から包囲され、後輩の国葬地帯からの食料補給も断たれることになった。コンスタンティノス4世のノミスマ金貨672年。 シリアとエーゲ海の間の基地を結び、シーレーンを構築するべく、三つの大艦隊が派遣された。ムハンマド・イブン・アブドゥラーの艦隊は、スミルナで不意を越し、カイスという人物率いる艦隊は、リュキアとキリキアで越冬、最後のハリド率いる艦隊は、後からカイス艦隊に合流した。アカシ聖者テオファネスによれば、 ウマイや艦隊の接近を知った皇帝コンスタンティノス四世は戦争に向け自らの艦隊の準備を始めた。その中には新兵器ギリシアの火を使うための管を装備したものもあった。673年、新たにグナダイブンアブーウマイいや率いるウマイや艦隊が出発しキリキアのタルススとロドストを占領した。シリアとコンスタンティノープルの中間に位置するロドストは ウマイヤ朝によるコンスタンティノープル遠征の前線補給基地、また周辺の沿岸諸都市への襲撃の拠点へと作り変えられた。12000人の守備隊はシリアへ帰還し、代わりに島の防衛と周辺への襲撃のための召喚隊がやってきた。アラブ人は島に小麦を植え、放牧のための家畜を連れて記載した。東ローマ海軍は、 ウマイヤ海軍のエジプト攻撃を妨害しようとしたが、失敗した。この間にもアナトリア半島の陸上でのウマイヤ軍の進撃は続き、東ローマ帝国領内でウマイヤ軍が越冬する事態となった。テオドシウスの城壁の黄金の門674年、ウマイヤ艦隊が東、エーゲ海の拠点を出発し、マルマラ海に入った。赤子聖者テオファネスによれば、彼らは四月に、 トラキアのヘブドモン付近の海岸に上陸し、9月まで東ローマ軍と衝突を繰り返した。テオファネスによれば、毎日、朝から晩まで黄金の門の外からキクロビオンの間で押し合いへし合いが繰り返された。その後、ウマイヤ軍はキュジコスへ撤退し、冬を越すために、ここを駐屯地として要塞化した。この流れは674年まで続く包囲戦の、 間繰り返された。マイハル・ウマイア軍は、マルマラ海を渡って、コンスタンティノープルを攻撃し、冬になると、キュジコスへ撤退したのである。包囲戦といっても、実のところこの戦役は、コンスタンティノープル周辺で展開された数々の戦闘の総称といってよく、そう考えれば669年のヤズイドの遠征も一部に含めて考えることができる。 東ローマとアラブ双方の歴史家たちは、包囲戦の期間を5年間ではなく7年間と記録している。と言ってもその示す範囲は一定ではなく、672年から673年の戦役を含める場合もあれば、ウマイヤ軍が前線基地から完全に撤退した680年までを含める考え方もある。スキュリツス年代記に描かれたギリシアの日。 677年と678年のウマイヤ朝のコンスタンティノープル包囲戦において初めて東ローマ帝国が使用した。コンスタンティノープル周辺で行われた戦闘の詳細はよくわかっていない。テオファネスは5年間の包囲戦を凝縮して記述しているし、アラブ側の文献は包囲戦そのものについて一切記述を残さず。 単に東ローマ帝国領内での遠征に関わった将軍たちの名を伝えているだけだからである。アラブ側の文献でわかることといえば、アブドゥンラーイブンカイスとファダーライブンウバイドがクレタを襲撃して、そこで675年に越冬したこと、同年にマリクイブンアブドゥッターがアナトリア半島への遠征を率いたことくらいである。後世のアラブの歴史家ヤークービーやタバリーによれば、 676年にムアービアがコンスタンティノープル包囲軍への援軍としてヤズイードを派遣し、また677年にはアブドゥラーイブンカイスが遠征を行ったというが、その標的は不明である。東ローマ帝国が首都防衛に没頭するあまり、その他の領土では迫り来る他国の脅威への対応がおろそかになっていた。イタリアではランゴバルド人が帝国の危機に乗じて、 タレントゥムとブルンィシウムを含むカラブリアのほぼ全域を征服した。バルカン半島では、スラブ人が676年から678年にかけてテッサロニキを包囲し、海にも乗り出して、帝国の海岸線を襲い、マ々マ海まで進出することすらあった。最終的に、677年や秋もしくは678年初頭に、コンスタンティノス4世が、ウマイヤ軍に、 正面から決戦を挑んだ。彼の艦隊は新兵器のギリシアの火を使い、ウマイヤ艦隊を壊滅させた。アラブの年代記者が記録しているヤズイード、イブンシャガラ提督の死は、この海戦によるものである可能性がある。同じ頃、アナトリア半島でも、スフヤーン、イブンアウフ率いるウマイヤ軍が、フローローズ、ベトラン、シプリアントといった東ローマ帝国の将軍たちに、敗れ。 テオファネスによれば3万人のウマイヤ兵が死んだという。こうした敗北の結果、ウマイヤ軍は678年にコンスタンティノープル包囲を断念せざるを得なくなった。シリアに帰る途上、ウマイヤ海軍は推理リリン沖で嵐に見舞われ、ほぼ全滅した。赤子聖者テオファネスの年代記における解説的な記述は、この包囲戦について知る上で不可欠である。 しかしその内容の裏付けになるような文献は、同時代に近い第二次アラブ包囲戦以前にテオドシオス・グラマティコスという人物が書いた戦章を祝う詩しかない。テオドシオスの詩は、コンスタンティノープルの城壁の前での海戦における決定的な勝利を描いたものだが、興味深いことに、ウマイヤ海軍側にも火を吹く船があったとしている。彼らの帰ってくる影への恐怖という文言は、 マイハルキュジッコスの基地からやってくる、ウマイや海軍のことを歌ったものだと解釈できる。コンスタンティノープルは東ローマ帝国の中枢であった。もしここが落ちれば、残る東ローマ帝国領が統一性を保てたとは言い難く、簡単にアラブ人の餌食になってしまっただろうと考えられている。一方でアラブ人にとってもコンスタンティノープル攻略に失敗したというのは、 重大な事件だった。コンスタンティノープルへの遠征は661年からムアーウィアが着実に積み重ねてきた軍事的勝利の最高点であった。このためにウマイア朝は巨大な海軍の創設を含めて莫大な資源を投入してきた。それゆえに包囲戦の失敗の影響は甚大でカリフの威信にも大きな傷がついた。逆に東ローマ帝国の名声は 新たな絶頂期を迎えようとしていた。コンスタンティノス4世のもとには、アバール人やバルカン半島のスラブ人などの施設が、来訪して、祝賀を述べ、東ローマ帝国の派遣を認めた。その後東ローマ帝国は和平を勝ち取り、帝国が望んでいたアナトリア襲撃の停止も実現したことで、東ローマ帝国はこれまでの数十年の大動乱とは、打って変わった安定を取り戻すことができた。 ウマイヤ朝のコンスタンティノープル攻略失敗を受けて、シリアの山岳地帯で、ムスリム支配への抵抗を続けていたキリスト教徒、マルダイテス人は、定地への襲撃活動を活発化させた。この新たな脅威の出現とアナトリア半島での敗北を受け、ムアーウィアは、東ローマ帝国との和平締結を望み、両国の施設が、宮廷間を行き来した。この間も、 アムルイ・ブン・ムッダー率いるアラブ人が679年までアナトリア半島への侵入を続け、東ローマ帝国に圧力をかけようとした。最終的に結ばれた和平条約は30年を名目上の有効期限とし、その間ウマイヤ朝のカリフは毎年3000のミスマ、馬50頭、奴隷50人を東ローマ皇帝に収めることになった。 ロドストをはじめとする東ローマ帝国領の海岸線の基地にいたウマイヤ軍は679年から680年にかけて撤退した。首都からアラブ人が撤退したのを見届けたコンスタンティノス4世は早速スラブ人海賊を駆逐してテッサロニキの方囲を破りその周辺地帯に皇帝の支配を取り戻した。和平が結ばれた後、 コンスタンティノス四世はバルカン半島のブルガール人制圧に向かった。しかし彼の率いる東ローマ帝国軍のほぼすべてを動員した遠征軍はオングロスの戦いで完敗を喫し、ブルガリア帝国の成立を認めざるを得なくなった。イスラーム世界では680年にムアーウィアが死去した後、ウマイア家に反対する諸勢力が次々と反乱を起こした。 この第二次内乱のおかげで、東ローマ帝国は、ムスリムの脅威から解放されたばかりでなく、アルメニアやエベリアといった重要な東方地域を一時的に回復することができた。またムスリムに征服されていたキプロスも、東ローマ帝国とウマイア朝の共同試験下に置かれることになった。コンスタンティノス四世の息子ユスティニアノス二世の時代になっても和平はしばらく継続されたが、 両帝国の関係は693年に結立し、東ローマ帝国は再び危機的状況に陥ることになった。この年のセバストポリスの戦いで、東ローマ帝国軍は、ウマイヤ朝に敗れ、その後ユスティニアノス二世も、敗位、追放され、帝国は20年間の動乱期に突入した。ウマイヤ朝は、東ローマ帝国への圧力を強め、 717年から718年にかけて2回目のコンスタンティノープル包囲を実施したものの、不成功に終わった。エイウップスルタンモスク軍にあるアブーアイユーブの墓構成のアラブの文献は、669年のヤズイードの遠征から続くコンスタンティノープル攻撃にまつわる記録を大幅に拡張し、数々の神秘的な逸話を挿入している。近代以降の歴史家たちは、 こうした逸話は674年から678年の包囲戦に関わるものだと考えている。包囲戦に参加した人物として言及されている中には、イブンアッパースやアブドライブンウマル、アブドライブンアッツバイルなど、初期イスラアームにおける重要人物も多数いる。その中でも特に重要なのが、ムハンマドの騎士を務めたアンサールのアブーアイウブアルアンサリである。 彼は包囲戦中に、コンスタンティノープルの城壁前で病没し、そこに葬られたという。ムスリムの伝説によれば、コンスタンティノス四世がこの墓を破壊しようとしたものの、もしそうしたらムスリム支配下のキリスト教徒を苦しめると、言って、カリフが止めたという。そのため、アブーアンユーブの墓はそのまま安置され、干抜の際には、東、ローマ人に崇敬され祈りの場にまでされた。 1453年に、オスマン帝国がコンスタンティノープルを征服した際、この墓は、ダルビーュのアクシャムスアッティーンにより、再発見され、スルタンのメフメト2世は、大理石製の墓を造営しとなりにモスクを建てるよう、命じた。これがエユップスルタンモスクである。その後、オスマン帝国のスルタンは、即位時にエユップスルタンモスクで、オスマンの剣を�くのが慣例となった。 現在でも、このモスクは、イスタンブールで最も神聖なムスリムの聖地の一つとなっている。678年に終わったこの包囲戦は、中国の歴史書である、旧東女や新東女にも記述されている。それらには、筆林の堅固な首都が退職に包囲されたという記述がある。退職の指揮官は、的、ま、されているが、近代の中国学者、フリードリヒヒルスは、 これをムアウィアに否定している。中国の歴史書によれば、退職は、失倫に和平の条件として、効能を敷いたとされている。失倫は、かつての大臣であると明記しており、近代以降の中国学者たちは大臣を、ローマ帝国のことであるとしている。ヘンリー・ユールは、ところどころで見られる、中国の歴史書の正確さを驚きとともに、紹介している。 近代以降の歴史家たちは、この包囲戦に関する情報のほとんどを、赤子聖者テオファネスの文献に頼っている。アラブ語やシリア語の文献は包囲戦に一切触れず、代わりに、個々の遠征について言及しており、それらもコンスタンティノープルにはほど遠いところまでしか、到達していないとしている。なお、673、4年に、アルワドという、クスタンティニアの海の島を占領したという記述がある。 ただこの海が、マルマラ海とエーゲ海のいずれを指しているかは、不明瞭である。また676年のヤズイードの遠征軍が、コンスタンティノープルに達したという記述もある。シリア5年代記者たちは、ギリシアの火が使われ、アラブ艦隊が壊滅したのは674年の、リキア・キリキア沿岸での海戦であるとし、コンスタンティノープルで行われたとするテオファネスの記述を、否定している。 またその後には、677、8年に、東ローマ帝国軍がシリアに上陸し、マルダイテスの放棄も始まりカリフのシリア支配が揺らいだ。ことで678、9年に和平が結ばれた、という記述が続く。現代の歴史学者、コンスタンティンズ・カーマンは、8世紀初頭に、 エルサレムのコスマスが書いたナジアンゾスのグレゴリオスの文献の注釈に見られるはっきりしない文章のみがアラブ人のコンスタンティノープル封鎖に言及していると考えている。その文章にはいかにコンスタンティノス四世がエーゲ海からガリボリ半島を抜け丸ママラ海へと船を操ったかが言及されている。ダーダネルス海峡がキュジコスのアラブ人によって封鎖されていたとすればこの行動は 東ローマ帝国海軍にとって、特に重要な作戦行動であったと考えられる。オックスフォード大学の学者ジェームズ・ハワード・ジョンストーンは、中世の歴史家たちが用いた原点を再検討し、2010年に、ウィテネスス2、A World Crisis, Historians and Histories of the Middle East in the Seventh Century と題した本を出版した。ここで、ハワード・ジョンストーンは、 シリアの年代記者たちの見解を重視し、伝統的なテオファネスの年代記に基づいた解釈を否定した。彼によれば、東方イスラーーム圏の文献に包囲戦の記述がなく、テオファネスが言うような長期間の包囲戦は、平坦の問題の上で不可能であるといった理由から、包囲戦そのものが存在しなかったと結論付けた。テオファネスが使用した文献は、百十七年から百十八年の、 後意戦に影響を受けてその前の戦役を解釈した筆者不明の文献であるとした。彼は総論として670年代のコンスタンティノープル封鎖というのは彼らは単に中東を力で覆っていただけなのだと気づいたアラブ人たちの深刻な不安の中で勃発した内乱に乗じてムアーウィア時代最後の年代に ビザンツ帝国が達成した、リュキアオキの海と陸上における、四国実際の成功で覆い隠された神話であるとした。一方で、歴史家のマレク・ヤンコビアクは、アラブ人による大規模な包囲戦自体は実在したものの、それを140年後のテオファネスが、約50年後の筆者不明の文献に基づいて、誤った年代のもとに混同して記述したのだとしている。 彼は包囲戦の年代を667年から669年とし、668年の春に大規模構成が行われたとした。ありがとうございます。